はい、今日は文ちゃん三郎塾、いよいよキャベツをですね今日取りに来ました。ちょっと虫がこういうふうにですね、食ってるんですけどね、これ無農薬なので虫が結構ついちゃいますね。そして、調理の用途の広さから人気があって、大根に次いで生産量の多い野菜なんですね、キャベツというのは。一年中栽培され、冬キャベツは葉がしっかりと巻いていて甘みがあるので、煮込みの料理に最適です。こういうふうにですねハサミで切るんですけど、あと春キャベツはですね巻きが緩くて、葉が柔らかいと。夏場は高齢地で栽培される夏秋キャベツなどもあります。無農薬や有機野菜のメリットっていうのは、農薬の使用量が少ないため安全性が高くて、野菜本来の美味しさが味わえるっていうことですね。非常に、環境にもいいということですね。で、こうやって、やっとキャベツを取り終えました。結構ねしっかりと巻いてますね。ここ1ヶ月畑に来なかったんで、知らぬ間にこんな風に立派なキャベツができました。家へ持って帰って、食べてみたいと思います。おいでよ東村山。